横浜市立横浜商業高等学校は神奈川県横浜市南区にある全日制の商業科及び国際学科、スポーツマネジメント科と別科を持つ市立高等学校。高尚及び学生帽、野球部のユニフォームにある Y のマークから Y 校という愛称で親しまれている。現存する神奈川県内の公立高校としては最も古い歴史を持つ。校歌は 森外によって作詞された。同窓会は進む公会。同会は Y 校と横浜市立大学及び次第の前身である横浜市立横浜商業専門学校の3校の卒業生を会員とする。ただし別科は独立した同窓会組織となっている。なお、定時制は横浜市立港高等学校。 横浜市立横浜工業高等学校と発展的に統合される形で横浜市立横浜総合高等学校へ移行2005年3月をもって閉鎖。1916年に作られた校歌は作詞を森尾外が手掛けている。全国高等学校野球選手権神奈川県大会、校歌聖賞の様子2007年全国高等学校野球選手権、神奈川県大会地区予選。 柏木学園との3回戦勝利後の横浜スタジアムスコアボード公式野球部は1896年に創部された。創部のきっかけは同年5月23日と6月5日に行われた旧正一高野球部と i c a c との対戦試合である。この試合で旧正一高野球部はそれぞれ29対4、32対9で対勝するが、 外交関係者はこの試合の応援に駆けつけ、勝利した一校野球部員と婚姻になり、応援のお礼として一校側は、ボールとバットを送り、それをきっかけとしてその後の野球部創立となった。総部時のコーチは一校投手の青井越夫であった。外交野球部は、総部以来、関東における、戦前の中東学校野球戦後の高校野球の、原因役となった。 1923年夏、神奈川県の学校として、初めて甲子園大会に出場した。以後、春9回、夏7回、甲子園に出場している。1983年春の第55回選抜高等学校野球大会と、同年夏の第65回全国高等学校野球選手権大会で、春夏連続の準優勝を果たした。 神奈川県公立高校の春夏の準優勝以上の戦績はこれ以降2020年現在までない。横浜高校との試合は優決戦、優戦と呼ばれ親しまれている。横浜スタジアムでの試合時には横浜賞のスコアボードのチーム名表記は Y となる。また TBK テレビの高校野球中継でのチーム名表記も90年代後半まで一貫して y であった。野球部の部員数は喧嘩最大ではあるが、近年は初戦で敗退したり、復活したと思えば、慶応高校に大敗を喫するなど、かつての強さに、陰りが見えている。現在、全国高等学校野球選手権大会は1990年夏の第72回大会が最後の出場となっており、これが、喧嘩の公立高校公式野球部にとっても、 最後となっている。選抜高等学校野球大会も、1997年春の第69回大会以来出場していない。ちなみに、1990年夏の第72回大会1回戦の対戦校は、y 校の校歌を作詞した森郊外の生誕地島根県津和野町にある津和野高校で、5から1で y 校が勝利した。ありがとうございます。